トロチュラデ・ソラン・トロトゥーラ、または、サルレノのトロトゥーラ、または、トロトゥーラデ・ルジエーロは、11世紀のサレルノイ学校の女性の医師である。妊娠、出産、産業区、新生児の介護と食事などについての多くの教授が、含まれる、女性の病気の著者とされる。この書物は15世紀まで教科書として、広く用いられた。女性の病気などが、 トロトゥーラによって書かれ、またトロトゥーラが女性医師として実際に活動したかどうかは論争になっているが、トロトゥーラについては以下のような略歴が伝えられている。サレルノの貴族、デル・ジエーロ家に生まれた。デル・ジエーロ家はサレルノ大聖堂の建設のために多額の寄付をしたことで知られる。その出自のために高等教育を受け、医者として働くことができた。 彼女の働いた時代は、サレルノのロンバルド広告の最終期で、サレルノ医学校の黄金期を築いた、コンスタンティヌス・アフリカヌスが、サレルノ医学校で教育を行う前の時代である。代々、医師を家業とするジョバンニ・プラテアリオと結婚し、二人の息子を設けたとされる。トロトゥーラの著書として伝えられるものは、女性の病気、女性の化粧、治療法、 トロトゥーラの第二の書の三つの書籍である。13世紀の詩人、リュトブーフによって、薬草の儀の中で、トロトゥーラが描かれ、ジェフリー・チョーサーの、カンタベリー物語にもトロット夫人として描かれた。医学の歴史ルチャーノステルペローネ、小川博士現書房。ありがとうございます。